その余裕だろ。俺22秒で食べれるよ。いや、下手したら俺17秒で食べれるんじゃない。誰が30秒で食べれたの？野田総理。野田は30秒で食べれたの？よっさん何秒で食べたの？野田とよっさんには勝つ自信しかないんだけど。久しぶりに長堀の事務所にお茶いっぱいあるから長堀の事務所行こうかな。自分の事務所なのに行くの久しぶりとかおかしいだろ。本来自分のメインの事務所なのに行くのが久しぶり。久しぶりぶり。久しぶりぶりですよ。長くなりましょう。長くなりましょう。久しぶりぶりですよ。やめたとか言いながら どんどん江田島 TV パクっていってるけど、言わせてたって何？言わせてたって何？おかしくない？もうただのキティガイやん。ただの キティガイじゃん。うわ、すげえやらしい。TV パクっていくスタイル かスーツくんパクっていくスタイル。いや、もう来なくていいわ、来なくていいわ。もうややこしい、ややこしい。もう事務所で激辛ペヤングするんだから、迎えに来なくていいから。言うなよ、言うなよ。ペヤングできへんなるやないか。ペヤングできへんなるやろ。ペヤングできへんなるやろ、ね、やめてください。ペヤングしたいのに。あのお姉さんね、独特の空気感を持ってるからいつもペースがおかしくなるのよ。よくわかんないんだけど、あの人の独特の空気感が僕全然よくわかんないんだけど、そんなんしたらペヤングでなくなるやん。企画ペヤング企画なくなってまうけど、いいのそれ。どうすんの。北浜やから一駅やから別に歩いてもいいんだけど、
電車乗ってもいけるよ。今何駅？これ北浜駅です。北浜駅だから長堀駅が隣の駅だからすぐだから次の駅だから。あれでしょ、ペヤングを僕が30秒で食べ、30秒じゃない15秒ぐらい食べればいいんでしょ。なんか YouTuber の僕からしたらね、ペヤングなんて5秒で食べれますよ。5秒でペヤングなんて5秒で食べれるわ。YouTuber ですよ、5秒で食べれるわ。食べ始めるとこと食べ終わったとこだけつなぎ合わせたら3秒でもいけるわ。あ、おっか、編集者なんでもできるわ。食べ始めますよスタートっていうとこ取って、はい食いましたって中身ぽいっす。そこだけつなぎ合わせたら、よし余裕ね、余裕しゃくしゃくやん。あ、またここ天満警察とか弁護士事務所とか近いぞ。ここ簡易裁判所近いぞ。ホーテラス行く、何しにか知らんけど、中之島公園とかこないだ行ったやないか。ここだから隣の駅だろ、これ長堀橋って。隣の駅だろ長堀橋駅は、一駅だろ。一駅もある、本町の向こうなんや、マジか。堺筋本町があるから二駅向こうだわ。二駅だったらもう電車乗るわ、もうしんどいよ二駅。音抜けなかった、しゃあないな。もう BGM つけたろうか。どういう意味？無事に伝言伝えました、どういうこと？どういう意味？君たち何を言ってるのかよく分かんないんだけど。どういう意味？ちょっと君たちが言ってる意味が全然分かんないんだけど。君たちが言ってる意味が全然分かんないんですけど。頑張って任せとか言うな。うるさいわ BGM。 そうそう、ぬっこわすやるわ。ちょっとここの駅でぬっこわす録画しとかなんかからな。よいしょ、今何時？12時54分。うわ、もう電池がないわ、電池がないわ、やばいわ。もう電池がないわ、残念ね。はい、平成30年8月30日ね、時刻は今現在12時54分ですかね。近い堺筋線、北浜駅より NHK を抜くわす。取れ高高すぎるだろう。
取れ高高すぎるだろ。ここ最近ぬっこやすシリーズで取れ高高すぎた。ここ涼しいわ。ここちょうど涼しい。ここ涼しいわ。ここ上からこの上からエアコン出てくるからここめっちゃ涼しいんだけど。ここめっちゃ涼しいわ。カレンダー作んの。カレンダー作んの。マジで言うてる。なあ、パーカー作りたい。パーカー、パーカー作りたい。工人パーカー、工人パーカーが作りたい。工人パーカー良くない？工人パーカー1着9800円で販売して、収益は全部僕の売り上げで、でみんな1人当たりの一月の売上が30着ノルマ、1着9800円収益は全部僕のもん。手数料、販売手数料は1着当たりに20円ぐらい上げるわ、うん、僕ちゃんパーカー。2番線に天神橋筋6丁目行きが到着します。え、これ途中行き乗ったやつ。天神橋筋6丁目駅、え、どういう意味？何も瞬時に前から仕事行こう思ってる。自分だけ、自分だけなんか社会復帰しよう思ってる。ふざけんなよ、ふざけんなよ。ハゲてるとかね、そんなんやったら嫌やけど、僕はハゲてないし、別にハゲてないから別に顔出しぐらいで全然平気なんだ。ハゲてないよ。
店まで座った兄ちゃんがいきなり席立ってベッカーをうろうろしだしちゃうのやばくないか。ご乗車ありがとうございます。この電車は天ヶ茶屋行きです。次は長堀橋です。長堀鶴見緑地線の乗り換えです。出口は右側に変わります。 Thank you for waiting with us. This train is out of the way.着いたんですけど、1号出口土日祝夜10時まで診療の愛歯科長堀橋院、肛門外科日帰り手術専門の久保クリニックへお越しの方は次でお降りください。長堀橋、長堀橋、カラコン、長堀鶴見緑地線のカラコンタクトじゃなくて、あの空室の空、空って書いてカラコン。カラコン長堀橋、長堀橋、station number K16. Passengers can transfer here to the 長堀鶴見緑地 line. The doors on the right side will open. Please be careful of the train doors. ああ、お腹空いた。もうダメだわ。ご利用ありがとうございます。駅や車内での禁煙に協力をお願いします。なんかそんな歌だったら流れてたな。それ NHK じゃない？それやばくない？僕 NHK 見てないから分かんないけど。あるこあるこ私は元気。ほんまに辛口食うの？この間ギガマックス食べたのにまた辛口食うの？もうどんだけ最近ペヤングに貢献してんのよ。ペヤング貢献しすぎだろ。ペヤングに貢献しすぎなんだけど。ローソンで売ってんの？そもそも。どういう意味、その何か今日爽やかって、いつも爽やかじゃないみたいな言い方やめてください。僕いつも爽やかですよ。とりあえず地上出るか。地下から移動できるけど、とりあえず地上出とこか。電波も悪いし。何ですかそれ。あーとかうーとかって何ですかそれ。あーとかうーとかってどういう意味ですか。あーうー言うてます。わかんない。あ、もうメールが来るために画面の通知役のめんどくさいんだ。人しかいないわ、そこに。あ、そこに上等カレーある。上等カレー食べたいな。ペヤングじゃないとダメなの。上等カレー食べに行きたいんだけど、ペヤングじゃないとダメなの。もうこの間ギガマックス食べたのに、今度激辛とか、もうペヤングもつくから次に私の出すなよな。もういい迷惑なんだけど。もうあ、激辛食べるの？でも激辛の早食い言うとけどめちゃめちゃ早いからな俺。多分配信上見せてもいいけど見えないと思うんだけど、だから配信上で見えないから YouTube で再生できるようにアップするけど、もうギネス記録樹立しちゃうからびっくりしちゃうと思うんだけど。え？
水なしって水なんかいらないよ。水飲まないもんだから大丈夫。水はいらないんだけど。暑いわ。暑いわ。いや、事務所には着いたけど、激辛買いに行かんなダメだ。あ、ファミマに買いに行きゃよかったんかな。まあいいや、ローソンでいいや。ファミマの T ポイントかローソンのポンタカード悩んだんだけど、どっちでもいいわ。別にどっちもポイント使ったことないんだけど。ファミマの T ポイントとローソンのポンタカードのポイントっていつ使うのこれ。使ったことないんだけど。いつも使いますかって聞かれるけど、もうめんどくさい。